堺市立新港小学校は大阪府堺市堺区にある公立小学校。少子化に伴う児童減少により2007年4月に従来の堺市立港小学校と堺市立港西小学校を統合して誕生した。統合後のコーチは旧港西小学校のものを使用している。ブラジルペルーにルーツを持つ児童のための日本ご適応指導教室。 アミーゴス学級を開設している。本校では、全新校の堺市立港小学校及び堺市立港西小学校についてもまとめて記述する。新港小学校の通学区域は、明治時代には、戦北郡港村に属していた。港村の児童は、明治時代初期には、隣接する堺区の学校に通っていた。初等科児童は、南畑子小学校。 宿院小学校へ、高等科児童は串谷小学校へそれぞれ通学していたが、港村からは通学に不便だったため、村に小学校を設置してほしいという声が高まった。1885年に大鳥群公立港小学校として、港村独自に小学校を設置した。この小学校が、後年の港小学校の前進校にあたる。 港村は1915年に調整を施行して港町となった後、1920年に堺市に編入された。1934年9月21日の室戸台風では校舎が全壊し、校舎の下敷きになった児童14人が死亡し、81人が重軽傷を負った。また職員2人も重傷を負っている。市内の小学校での被害としては、 死亡者数では美保小学校、西木小学校に次ぐ、市内3番目の重大な被害となった。太平洋戦争の激化に伴い1945年には、学童集団疎開の対象となり、堺市八田総国民学校に疎開した。1945年7月10日の堺大空襲では校舎を消失し、校区にも被害を受けた。 学生改革によって1947年に堺市立港小学校となった。その後1950年前後には児童が急増し、当時在籍児童数が2000人を超えて、堺市立小学校で一番のマンモス校となっていた。児童の増加傾向が進んでいたことに加え、折からのベビーブームで数年後にはさらに児童が増加することが見込まれたため、 港小学校の分離校を新設することが決定した。1950年より分離校の校地買収、校舎建設を始めた。分離校は、堺市立港西小学校と名付けられ、1951年9月に開校した。同年9月1日付で校長が任命され、9月6日付で、教務主任、9月15日付で、教諭17人が、 港西小学校勤務を発令された。1951年9月28日に、港小学校、港西小学校の分離式を実施し、翌9月29日より4年生以下の児童736人で、港西小学校の授業を開始した。しかし、児童数の減少のため、堺市教育委員会は2002年、港小学校、 港西小学校の統合方針を出した。両校は2007年に統合して、新港小学校となった。ありがとうございます。